皆さんご機嫌いかがですか？ジロマルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はナスの手抜き剪定精子で収量3倍。立派なナスを取り続ける方法をご紹介したいと思います。今日のは力作ですよ。ナスを仕立てたら剪定精枝精子ですね、しっかりやることで真夏のなり疲れを防いで、さらにですね、あのツヤツヤの立派なナスが、これがですね、晩秋まで収穫できるということです。あの初期の収穫はね、あまり大きくせずに、これくらいのサイズで収穫してですね、あの株のね、力、株に余力を残しておきます。まあ野球で言えば9回裏まで完投してもらうのでですね、1回表に全力を出し切るっていうのは禁物でございます。今日はこんな感じで、アニメーションで分かりやすく立派なナスを長く取り続ける剪定精子の方法を、まったり徹底解説してみたいと思います。プロのデザイナーが使うソフトを使いました。まず教科書通りのセオリーから、説明して、その後3倍収量を増やす。さらに手抜きですね、楽して増やす剪定精枝の精子の方法を徹底解説してみたいと思います。じゃあ、これね、基本ですね、本茎から伸ばした脇芽、これを育てるわけですね。花の上下の、脇芽の脇芽ですね、脇芽は書いてしまいます。先端は葉っぱ1人前を残して摘心します。やがて花はナスの実になります。で、残した脇芽も当然これ成長してくるわけですね。ナスの実、収穫できました。ということはここから先は必要なくなるわけです。だからバサッと切り落とす。で、残した脇芽の、さらに脇芽もきっちり整理してですね、この作業を繰り返します。これが、更新剪定精枝精子の基本でございます。ところがなんですけれどもね、これね、この前、動画アップさせてもらいました、ソーラー自動給水器、このポリタンクからね、こういうごつやつにね、容量アップいたしました。日よけもバッチリです。お湯になりませんよ。機嫌よく毎日働いてくれてます。3本仕立てにしたつもりなんですけれどもね、もうあのこれ何が何やらわからんようになって、いわゆるね、あのナス栽培あるあるの状態になってしまいました。でもこうなったからといってね、慌てる必要は何にもありません。とりあえず1本の茎に次に育てる脇芽を1本残し、花は2つか3つもう咲かせてしまいます。そう、あの1本の茎からね、ナスの実1つを更新するのではなく、もう2つか3つね、あの収穫しちゃうのです。ほで、この取りやすい場所に、おる先っぽをですね、これを摘心いたします。で、花から先の葉っぱは1、2枚残しておきますね。2つ目3つ目の実を収穫する頃には、この残しておいた脇芽が育っているはずです。で、それを繰り返せばですね、あのお盆の前ぐらいによくやってる切り戻しとかね、根切りなんていうことをする必要もなく、10月末あたりまではなり疲れ知らずで、ナスが収穫できるはずです。つまりね、基本の更新剪定の 2、3倍は収穫できる作戦では、驚愕の楽ちん剪定精子秘伝公開でございます。花は1本の茎に2つか3つ残しておきます。で、先端は摘心しますね、この左上ですね。で、先端の葉っぱ1、2枚、残すんですけれども、そこにも脇芽が出てあるんで、この脇芽は必ず書いておきます。ということは、先端は葉っぱ1、2枚残してこんな状態になっているわけですね。下の花が、ナスの実になりました。残す脇芽
以外の脇芽を忘れずに書いておいてくださいね。で、残した脇芽も当然成長するわけですね。で、できたナスは、これは収穫いたします。で、2つ目3つ目のナスを収穫するまで茎は切りませんよ。で、全部収穫し終えたらですね、脇芽を残してこの先っぽをカットしてしまうというわけですね。この作戦を秋まで繰り返していくわけです。1本の茎に、4つの実はつけすぎなので3つぐらいまでに、しておくといいと思います。残す脇芽はどれでも構いません。1本の茎に1本の脇芽を残すと。で、あの下の方の脇芽がね、太いので、これね、太い脇芽を残す方が安全ですね。それ以外の脇芽は書いてしまいます。で、これをね、書かずに残しておくと栄養が吸い取られるのでね、この大きさにかかわらずきっちり書いておきましょう。で、先端を摘心してしまうと、これは先端すでに摘心してましたね。だからここに脇芽がある、これを摘んでおきます。で、葉っぱ1、2枚残しておくと、これならね、誰でもわかると思うんですけれども、こういう感じでやっていけばいいと思います。で、それとこんなアクシデントがあるんですよね。これ同じところからね、2つ3つと実がついてるわけですね。これだとね、成長せず、受精も衰えてしまうのでですね、余分な実は切り落としてください。で、この脇芽ね、これ残しますね。この脇芽を残すことにしました。順調に成長しそうな気がいたします。じゃあこの、こっちの先端の方ですね、ここに、脇芽がありました。これいりません、こんなんいりません。書いておきましょう、ちっと。で、この縛り目ですね、これマリオネット仕立てですけどね、この縛り目から先もいりません。葉っぱ1枚残してあるんで、プチッと切り落としてしまいます。こんな感じでね、繰り返し繰り返し育てていくことになるわけです。頑張って育ってねっていうことですね。期待しております。ということで、今回はこれも永久保存版でしょうかね、アニメーションで解説いたしました。ナスを基本の仕立ての2倍から3倍、それも楽ちんにですね、で、またこれ適当に摘心、いたしましてですね、晩秋までガッポガッポとナスを収穫できる方法でございます。次郎丸画伯の力作でございました。むちゃくちゃ時間かかりました。ということで、これ今回いかがでしたでしょうか。参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。